こんにちは、17番の橋本龍馬です。今日は、自分ポジションボランチなんですけど、ボランチで一番大事にしているところを、YouTube でお伝えできればなと思います。自分の中で一番大事にしているところは、サッカーにおいて一番どこのポジションでも大事だと思うんですけど、ファーストタッチ、ファーストタッチっていうのはボールを来たボールを最初にコントロールすることをファーストタッチと言います。今日はそこに大事にしているところをお伝えします。拭いて止めてもう蹴るずれたりとか、こうずれちゃったりとか、よっ。さっきの動画を見てもらって分かるように、自分は、足首をしっかり固定して、しっかりこの真ん中の面でコントロールすることが、大事だと思っています。それで、自分が小さい時によくやってた、トレーニングを紹介します。このトレーニングはお風呂に浸かりながら、できるトレーニングです。皆さんもやってみてください。まずお風呂に浸かってるとして、足で文字を書いていくようなトレーニングなんですけど、まず最初にあ、い、う、え、というような順で足で文字を書いていくような感じです。最初はまあ、あいうえを書きけこって書いていって、徐々に慣れてきたら赤さたな浜やらはって言って長い時間をやっていくと、どんどん、そのトレーニングをすることによって足首がしっかり固定できるようになってくると思うので、皆さんもやってみてください。これかね、こう、自分たちもやっと、練習を再開して、7月の開幕に向けて、みんなで一生懸命トレーニングしています。そしてコロナの影響で、たくさんの皆様が、大変な思いをしている状況ですけれども、自分たちの試合を見て元気や勇気を与えられるような、試合をしたいなと思っていますので、これからも応援のほどよろしくお願いします。試合を見に来れる状況でしたら、自分たちの試合を見て元気になってください。以上です。